ウィークリー姫路の時間です。今年も残すところあとわずかとなりましたね。姫路でも様々なイベントが年末に向けて開催されますので、ぜひ皆さんお出かけくださいね。それでは街の話題です。はじめに第21回姫路市社会福祉大会が姫路市市民会館で開催されました。今年で21回目を迎えた社会福祉大会では、冒頭岩見俊勝姫路市長が挨拶に立ち、生きがいを持って充実した生活を送れる環境づくりにご尽力いただいた皆さん、ありがとうございます。姫路市ではさらに福祉環境の整ったまちづくりを進めていきますので、引き続きよろしくお願いしますと話しました。この大会は姫路市の福祉行政を長年にわたり支え続け、社会福祉の振興に多大なご尽力のあった方々を表彰し、その功績を称えるとともに、進展する少子高齢社会の時代を市民の皆さんと共に歩み考える機会として開催しています。姫路市長表彰は老人クラブ連合会で多年にわたって活躍されている方に贈られる高齢者福祉功労者表彰、社会福祉施設の運営に携わる方に贈られる社会福祉施設功労者表彰など94人と3団体が受賞されました。姫路市社会福祉協議会理事長表彰は113人と1グループ5つの社会福祉協議会が受賞、社会福祉協議会への寄付や共同募金活動に尽力された20の団体が姫路市社会福祉協議会理事長感謝を受賞されました。受賞者を代表して広畑第二校区老人クラブ連合会会長の上野初夫さんが、今日の感激を忘れることなく皆様のご期待に沿うよう与えられた職務遂行のためより一層精励する覚悟でございますと受賞の喜びと感謝を述べられました。表彰式の後、記念講演では元 NHK アナウンサーの宮川康夫さんが、出会い、触れ合い、響き合い、のど自慢12年の旅からをテーマに話されました。12年間でおよそ600箇所を訪れ、のど自慢の司会を担当した経験から、各地の魅力や人々との出会いの素晴らしさ、コミュニケーションの大切さを話されました。次に、関西文化の日事業に今年初めて参加した姫路市内の施設、姫路城、考古園、動物園の11月19日の様子をご覧ください。11月19日土曜日の午前9時の開門前までに、姫路城にはすでに長い行列ができていました。姫路城は今年初めて関西文化の日事業に参加。入場が無料となりました。関西文化の日は、関西が誇る長い歴史に培われた豊かな文化資源に気軽に接する機会を入館料無料という形で提供することにより、美術・学術愛好者の増大を図り、文化が息づく関西を広く発信することを目的に、平成15年度に始まりました。初年度は121の施設が参加していましたが、今回の参加はおよそ650施設と5倍以上に広がりました。姫路城は文化を通じて関西から日本を元気づけた団体などに贈られる関西元気文化顕彰の大賞を昨年度受賞し、これを機に関西文化の日事業に参加しました。この日の観光客の中には、姫路城の入場料が無料であることを調べて見学に来ましたという人もいました。
また姫路城西お屋敷跡庭園高古園と姫路市立動物園も初めての参加で、秋色に染まった高古園では優雅に散策する姿が見られました。動物園では多くの家族連れが訪れ、動物との触れ合いを楽しんでいました。姫路市内では他に姫路市書写の里美術工芸館や姫路文学館なども関西文化の日事業に参加しました。この日は朝まで雨が降る天候でしたが、午前9時ごろには雨は止み、参加者はそれぞれの関西文化の日を満喫しました。続いては広報推進員のコーナーです。こちらは午後6時の姫路城三の丸広場です。通常姫路城は午後5時で閉門するため、普段は入ることができないのですが、この冬夜の姫路城で何かが起こるそうなんです。その何かとは、姫路城ナイトアドベンチャーきらめきです。去年の5月に初めて実施された姫路城 3D プロジェクションマッピング、姫路光絵巻白亜新たなる羽ばたき、姫路城の大天守や小天守などをスクリーンに見立て映し出された迫力ある映像が市民や観光客に大好評。今年の冬はそのプロジェクションマッピングが生まれ変わります。夜の姫路城の有料エリア内に入ってプロジェクションマッピングの映像やオリジナル音楽を楽しみながら城内を冒険することができるんです。まだ開催前で実際の様子は見ることができないのですが、皆さんに少しでも夜の姫路城の雰囲気を味わっていただきたいということで、今回は特別に夜の姫路城に潜入してみたいと思いますが、一人ではちょっと心細いので、ここからは観光振興課の中村さんにナイトアドベンチャーの魅力を教えていただきながら案内してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。足元にちょっとついて、私たちが入場口を通ってまず向かったのは、千姫のために建てられた化粧櫓のある西の丸です。こちらにまず一つの見どころがあるとお伺いしたんですけれども。はい、ここ西の丸は徳川家康の孫娘千姫ゆかりの場所です。千姫は大阪城落城の際救出され、その後伊勢桑名藩主本多忠政の嫡男忠時と結婚、本多家の国替えに伴い姫路城に移り住むことになりました。この化粧櫓は千姫が本多家に嫁いだ時に将軍家より与えられた10万石の化粧料で建てられたものだと言われています。今年は千姫忠時ご成婚400年の記念すべき年です。そこで西の丸では千姫の輿入れ行列をはじめ、千姫の生涯において最も幸せだった姫路城での生活などをイメージした演出を行います。続いては夜は特に身の毛がよだつあの場所です。なんだか1枚2枚と声が聞こえてきそうですが、中村さん、こちらのお菊井戸にも何か仕掛けがあるんですか？はい、播州皿屋敷伝説で有名なお菊さんが長い時を超えて現代に蘇るということなんですが、どんな演出になるかは当日のお楽しみということで。なんだかちょっと怖そうですよね。どうして冬のしかも夜にこのようなイベントを開催することになったんですか？はい、姫路城は年間通してみると、はい、冬の期間の入場者数が一番少なくなります。そこでこうした仕掛けをすることで冬の姫路城に新たな魅力を作り出し、より多くの皆さんにお越しいただこうというのが目的です。また姫路市にお越しいただく観光客の方は姫路城を見て他の都市へ移動されるケースが多く、長く滞在してもらえないという課題があります。そこで夜の姫路城にお越しいただくことで、夜の姫路の街で食事なども楽しんでいただければと思っています。そのために現在開店時間の延長や特典などをつけていただけるように周辺店舗に呼びかけています。ナイトアドベンチャーにご来場いただいた方にはそうした店舗をまとめた案内チラシなどをお渡しする予定です。さて備前丸にやってきました。
ライトアップされた大天守を下から見上げると迫力がありますね。そうですね。この 46.3 メートルの壮大な大天守をここ備前丸から間近に見上げ、その迫力と感動を味わってほしいですね。こちらでは姫路城×歳時記冬カラーオブザシーズンを12月1日から開催します。3人のアーティストが盆栽や草花、竹などで備前丸の空間を彩ります。ナイトアドベンチャー期間中は夜間に作品をライトアップ、幻想的な風景を楽しむことができます。備前丸を折り返し最後にやってきたのは三国堀です。ここが最後の演出ポイントとなります、ここ三国堀では姫路城ヒストリアと題して、姫路城の歴史や不戦不勝の城から世界へ向けたメッセージという壮大なストーリーをお届けします。大天守を借景に三国堀の石垣と修羅壁をスクリーンにして 3D プロジェクションマッピングの映像やオリジナル音楽をふんだんに盛り込んだ演出を行います。大迫力で美しい演出を行いますので、皆さんに満足していただけるのではないかと思っています。今回のイベントでは姫路城ナイトアドベンチャーの 3D プロジェクションマッピングや姫路城歳時記の文化展示もさることながら、普段は入ることのできない夜の姫路城を巡っていただき、いつもとは違う姫路城内をご覧いただくだけでも大変貴重な機会です。ぜひお越しいただいて、その目で見ていただきたいですね。世界遺産姫路城ナイトアドベンチャーきらめきは12月2日金曜日から11日日曜日までの毎日午後5時30分から開催します。入場は午後8時30分が最終です。現在ファミリーマートやウェブサイトなどで前売り券を販売しています。料金は前売り券が1000円、当日券が1200円で、当日三の丸のチケットブースで参加券と引き換えます。小学生未満の参加やペットを連れての入場、またペットの預かりなどは行っていませんのでご注意ください。あー楽しかった。昼間とは異なる雰囲気の姫路城は特別感があってなんだかドキドキしました。ここに映像や音楽が加わるのが楽しみですね。くれぐれも暖かい格好をしてお越しくださいね。姫路市美化業務課から全市一斉清掃のお知らせです。街角や側溝などに捨てられた空き缶や瓶、紙くずなどを市民の皆さんできれいにしていただき、新年を清潔な環境で気持ちよく迎えましょう。実施日は12月4日日曜日。時間や場所、雨天時の実施の有無などは各自治会で決定します。詳しくは姫路市美化業務課、電話番号079-221-2500までお願いします。今回のウィークリー姫路いかがでしたか。それでは最後にハッピー姫路っ子をご覧いただきながらお別れしましょう。さようなら。